春は出産シーズン。この動物をご存知ですか？こちらはパンダマウスの赤ちゃんです。先月生まれたばかりで1円玉と比べるとこんなにちっちゃいんです、ね、頑張って生きてほしいなと応援したくなりますよ ね。撮影はビデオリポーターの松本幸恵さんです。生まれた時の体の色はピンクで毛も生えていませんが、2週間後には黒い模様も出てきて、まさにパンダのようですよね。かわいい。信長さん、パンダマウスご存知でしたか？はい、いや初めて見ましたけど、めちゃめちゃ可愛いですね。癒されますよね。はい、すくすく元気に育ってほしいです。